どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。12月27日の朝にアップデートがありまして、ここ、追憶のモグダンジョンが修正されました。どんな修正なのか、ちょっと入っていきましょう。エフレイね。今回のモグダンジョンの修正ですけども、敵が無限に湧くようになりました。今までは、敵がね、まあ、10体か11体。それぐらい仲間にするともう湧かなかったでしょう。それが無限に湧くようになったんですよ。なので、種をね量産したい時とかめちゃくちゃめんどくさかったんですよ。10体仲間にして、で次の階層に行って、でまた10体して次の階層って、なかなかめんどくさかったんだけども、外同じ階層でずっとねスカウトができるっていうことで、だいぶ種集めは楽になったと思います。あと、仲間にしたいモンスターが出ないこともあったんですよね。うん。なかなか出なくって、出入りを繰り返して、ようやく発見する。そういう感じでしたけども、もう出入りしなくていいんですよ。出入りせずに、目当てのやつがいなければ、他のやつをどんどん倒していけば、モンスターが更新されていくので、すぐに、目当てのモンスターを入手することができるようになる。もう本当にね、これは便利になった。うん、今までが、そうね、有料のダウンロードコンテンツなのに、結構不便だったですもんね。うん、それがすごく、改善されて、これは神アップデでしょう。うん、まあ、モグダンジョンもそうだし、卵集めもね、今回すごく楽になったので、いやー、これはね、もう少し、早くして欲しかったなー。はい、戻ってきました。そしてもう一つ修正があって、配合の祠、じいさんの前に、ルーラすることができるようになりました。到着と。ここに到着しますね。祠の入り口からここまで来るのって、地味に時間かかったじゃないですか。うん、それが一発でここに来れるようになって、それも両アップでですね。素晴らしい。はい。で、おそらく、卵とモグダンジョン、そしてルーラ、これ以外にもアップデートはあると思います。戦闘関係でも多分あるんじゃないかな。うん、まあそういうのも配信していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。